どうもこんにちは、ナッチでございます。皆さん、ジャミラスは交換しましたか？なんかこいつやばいらしいね。まあ、本体としてね、この周回性能も高いですし、なんといってもメラゾーマですよ、皆さん。メラゾーマってドラクエの中でまあ強い呪文ではあるんですけど、最強ではないんですよ。原作では最強まではいかないこの呪文がパズドラに来ると8000倍のブレスということで、メラガイア来たら1万倍とかあるんじゃないかっていうね、可能性あるんですけど、今回メラゾーマをミラボレアスにアシストして昔のダンジョンなぎ倒していこうという企画です。つまりこういうことですね。はしゃぐのはまだ早いな。これ単純計算で2億のブレスが吐けます。てかすごいな、この潜在だけでこいつさ8400伸びてるよ。まあボイス覚醒もあるか、素晴らしいですね。ということで、ちょっとね、古いダンジョンから順々にどの時代の敵までワンパンしていけるのかやっていきたいと思ったけど、無効化張ってくる敵とかいたらめんどくせえな。無効貫通も必要か。これって無効貫通とかしないもんね。そうだよね。ちょっとね、枠がないんですよね。闘技場とかもやろうと思ってるんで、覚醒無効解除ミラボレアス、吸収無効ミラボレアス、で、ここに、目覚めミラボレアスがいるんですよ。枠がないね。まあ、しばらく無効化とかねえからいいか。一旦ちょっとこの降臨ラッシュの下とか行ってみようか。この辺ちょうどいいんじゃない？昔の敵大集合みたいな感じでしょう。もう絶対倒せます。絶対倒せるんで、ちょっとこの辺は、申し訳ないが、メラゾーマも溜まってないということで、いや、一旦溜めます。一旦溜めて、わ、びっくりした。そうか、お前 L 字か。そんな演出が出るんですね。いや、菅銀兵に撃つのはちょっとかわいそうな気もする。倒せるのがわかるもん、こいつ。目に見えて。かわいそうなんだけど、撃つわ。じゃ、メラゾーマ一発目のね、被害者となります。いきます。2億ですね。もうちょっと激しい演出欲しいぐらい。なんなら。で、花火になっちゃうんだ。そうか。帰って迷惑。この企画上帰って迷惑。ちょっとこの人根性めんどくさいんで倒します。後半2体倒しましょう。メラゾーマで。で、ここも。悪いが、バイバイだ。てか、こいつコンボ化さんねえのかよ。マジで言っとる？ヘラいいですね。行きましょう。メラゾーマ。半減ですよ。1億ですよ。大丈夫ですか？まあ、そりゃいけますよね。言うて1、ボイス長ってか、お前。待って、吸収じゃない？いやいやいや、その対策もしてきたと思ったけど、非属性吸収ありませんでした。メラゾーマ、ドーン。強いなぁ。さすがにこの時代は奥とかないですもんね、HP。一時期パズドラって体力400万がベースみたいな時代があったんですよ。だからもうちょっといけるね。闘技場1の一旦カーリーに打ってみるか。あいつ盾とかあるし。まずは初代極限の闘技場やってまいりました。ここのヘラの先生ももう可愛いですね。昔はもうこいつ引いたら負けとかあったんですけど、まあでもね、この時代のカーリーが実質とはいえ奥あるはずがないんで、でもね、2000万とか4000万とかじゃない？でもだいぶあるけど、ちみちみ削るキャラクターでしたからね。さあ、ここはまあ軽い気持ちで。いけますよと。まあさすがに。で、モクピーちゃんにもドーン。続いては闘技場2やってまいりました。闘技場2はね、あんまり変わってないんですよね。アテナ倒して、で、こっから P が3体に増えてるとかだったかな？まあ、多分敵の捨ても上がってるんでしょうけど、3までとりあえず問題ないと思う。メラゾーマ唱えちゃいましょう。
あ、この P3 体といえば、昔 P に負けたやつがいたらしいんですよね。カーリー倒せたのに P に負けるっていうやつがいたらしくて、まあ、気になる方はね、概要欄から見ていただければいいかなと思うんですけど、まあ、そういう今となってはいい思い出もあります。我々は現在闘技場3に来ているわけですが、もうなんかね、すごい急にいやらしくなった。懐かしいぐらい、このいやらしさ。まずね、九州がね、最大で3体出てくるんですよ。だから、このミラボレアス艦隊だと、全員引いたら対策がしきれないと。そもそもなんでミラボレアス艦隊でやってんだって話なんですけど、ミラボレアスは1体か2体入ってればいいですから、艦隊にする必要はないんですけどね。で、ここ倒してからまたアテナちゃんが出てきて、全回復ありがとうございます。で、アテナ倒す。で、このダンジョンはね、レーダー竜もいるんで、レーダー竜も同時に、2階層連続でメラゾーマ唱えていきたいと思います。はい、これですよ。これが極限の闘技場3なんですよ。これね、僕、パールとビシュヌ引いたんですよ、この前に。九州3体目です。これもう突破できないんですよね。残念ながら諦めるしかないです。マジでね、この時代本当に性格が悪い。ダンジョン考えてるやつ。はい、今回はビシュノを引かなかったんですが、パールちゃん引いちゃったんで吸収無効ありません。だからヘラドラ出たらまた負けですね。まあ2連続はないでしょ。5キャラいるから。20%。何がおもろいんですか？ワンちゃんヘラドラの発狂とか耐えるかな。まあいいや、諦めます。闘技場3テイク3、今回ビシュヌ引いてます。パールも引いてます。見てください、目覚めついてます。これビシュヌってやつがね、残していきました。よし、やっと挑戦権を得たよ。でもこれ吸収怖いね。あ、大丈夫か。メラゾーマ火属性なんで。とはいえ、やつ水属性だぞ。大丈夫か？ただ、無効貫通をこの時代に要求してるキャラクターがめちゃくちゃ硬いはずがないんで、これはさすがに倒せますよと。ノアドラは HP1 億ではないと。で、カーリーもないと。そうか。まだいけるんですね。いや、でも本当にキモかった、このダンジョン。今やってキモいって感じの相当。吸収ってギミック強すぎ。ちょっとダンジョン進化しまして、運命の三神やってきました。ここはなんだっけ？時女神となんかいるよね。時女神だけだったっけ？メタトロンあれか？裏闘技場か？裏まで行くと多分ダメなんですよ、もう。倒せないと思うんですよね。あ、そっか、お前らがいるか。アムネルだったっけ？アムネルいけるかな？ちょっと怖くないな。こいつ硬いイメージがあるんだけど。でも硬いだけで、タフなイメージはないので、メラゾーマが、倒せますと。そして、ここですね、時女神。とりあえず、弱点でもなく、耐性があるわけでもないウルドを引けたのはでかいんですけど、こいつら2ターン行動なんで、それなりにステータスあるんじゃないかと。なるほど、ここは耐えるんですね。ベルダンディだったら弱点なんで倒せるでしょう。ただこれウルドが耐えたんで、スクルドも耐えますよね。もっと耐えますよね。まあ思ったよりはいったかなって思ってます。僕闘技場3でもう倒せないかなと思ったんで、まあ実際倒せなかったやついたんですけど、まあでもあいつはスキルがあればね、いけなくはなかったんで。はい、ということで検証結果、運命の三神のね、時女神までとなりました。まあ闘技場が全てではないんですけど、まあ一応順番にこう闘技場上がってってのラインがね、ここだったということで。道中の敵には撃ってないんですけど、あ、シードラには1回撃ったな。闇シードラ2体引いてだるすぎてメラゾーマ撃ちました。シードラくんごめんなさい。てな感じで今回の検証はこの辺で終わります。なんか久々にこういうことしましたね。以上、ナッツでございました。バイバイ。